はい、皆様、カナダの、旅行というかステイも残すところあと 3日となりました。で、今日はオタワにいます。ここでは2日今日と明日、泊まって16日、今日14日で16日にバスでモントリオールに帰ります。で、17日の夕方に4時頃に、あっちを出発しますということなんですよ。今朝の朝は、ここで今までカナダでモントリオールでやってきたことを、友達と会ったりどっか行ったりしたことの、思い出がこう蘇って、あとそれももう何日かでお別れなんだと思って感極まって泣いてしまうシーンがありましたが、まあまたね、来年、まあカナダのどこになるかは分からないけど、まあモントリオールになるのかクベック州になるのかオタワになるのかトロントになるのか、まだはっきり、まあ自分自身、まあちょっとこれは問題だと思うんですが、分かってない、決まってないので、酔っ払ってませんよ。なんか久々に日本語喋った気がするな。決まっていないので、まあわかんないけど、まあとりあえず来年1年後には、1年後早くて4月ぐらいだけど、まあ9月、来年の同じ頃にはこっちにまたいると思うのでなんかまた泣きそうな気配になってくるけど、また1年っていうと長くも感じるし、実際短くも感じる。でも学校に入ってから今この4月で1年ってことを考えると、まあ長かったなって気もするんですけどはい、そういうことで、また1年後に戻ってくると思うと、まあね、 Even if this friend that has beenSupporting me will not be my friend that time. I hope not. I mean, I hope it won't happen like that. But でも、その友達がその時とも友達じゃなかったとしても、多分もう戻ってくると思うので、もちろんそんなことはなくてないでほしいですけど。Of course, I won't hope that my friend there here will not be friend.One year later. I don't hope that happens. Of course not. I'm just saying. But I don't even... Maybe I shouldn't have even said that because saying has power. Yeah. Anyway. Damn it. I said it anyway. でも、ね、まあとにかくまた戻ってきて、まあその友達とまた会えるってこともそうだし、またそれこれからその時からはもうなんだろう、本当にこっちの生活に慣れてくってことになると思うので、まあ、今回はただ旅行なんで不慣れな場所とかも多々ありましたけど、何回も、もう何回迷子になったことか、なんか迷子っていうと聞こえ悪いけど、ね、無駄に時間を要して目的地に着いたって感じだから、いろいろ写真も撮りました。かなりもう1000枚はいかなかったけど、ね、でもね、もうあと3日かと思うと、実際来る前は最初は行こうって思いついた瞬間は、じゃあどんぐらい行こうかなってなった時に1週間、でも1週間じゃ短いなと思って、でも2週間、でも2週間だとなんかバイトの先にもちょっとそれは無理そうだったし、やっぱ迷惑もかかっちゃうので、2週間はさすがに多分なかったと思いますけど、1週間その間を取って10日ってことになって、で10日、まあ移動の時間も含めてこっちにいられたのは9日、いられるのは9日だったけど、なんかやっぱり9日は長いよね9日は長いです。いろんないっぱい経験できたしっていう意味でも長かったし、逆にこの家から離れて暮らすっていう不安な心持ちでいる
状態であったという意味でも長かったし、だからまあでも良かったです、来て本当にこらえて、いろいろお金出してくれたあの親とかあの家族にはちょっと感謝してます。まあ後でなるべく早く返しますけど、でも返す返さないも前にお金がなかったらうちにこれは実現しなかったことなので、急に思いついたぐらいの1ヶ月ちょいぐらい前に思いついたことなので、あの旅立つ前に、だからそれでいろいろねトントン拍子でうまい具合にこうなってるけどね、なんだかんだこっちに来てからも、まあ、時間かかって目的に迷子になったりもしたけど、なんだかんだ言ってうまく来てんので、これで最後の、飛行機の便さえ逃さなければ帰れます。もうそれでいいです。もうなんかいろんなこと考えると泣きそうになっちゃうからダメだね。まあ一人で来てるってことも大きいのかもしれないけど、こういう気持ちになるのは一人で来てるからこそ、そう今日の朝なんか地震あったかなと思ったんだけど、まさかカナダでこっちの方ではないんだろうと思うけど、わかんない。まあこうやっぱり日本にいれば家族なり友達なりいるわけだし、時間かけても何時間かでもかかってでも会えるってことは会えるわけだけど、こっちにいると本当にもう何物理的に一人しかもう会えないし、すぐにはあと一人で一人で来てるわけだから、友達と来てるわけでもないし、だからその今回ねやっぱり来る前にはその別にこっちにモントリオールに友達がいるってことはあったけど、別にその人に会うのがメインじゃないっていう気持ちではかなり心の中で結構な比重を占めてたんだけど、やっぱり来てみて会ってみるとその人がいたからできたこととか、その心の中でサポートになったくれたこととかはかなり大きいから、なんかやっぱりその人がいないと寂しいよね今日みたいに。もう逆に今回はもうオタワに来ちゃったんで、モントリオールから2時間10分ぐらいかかったから、まあ実際ね現実的にはすぐ会える気じゃないので、本当に completely alone になっちゃいましたっていうことで、そういうことも含めて考えると一人で、最初から一人だったらまだ慣れたのかもしれないけど、その人がいてくれたこととか一緒にいられたことってことを考えると、そういうことを思うとなんかね泣きたくなるじゃないけど寂しくなるなと思って、なんかロンリーに感じるっていうか寂しくなるっていうか、まあね別に日本語で喋っててもうまく伝えられない、うまく表せないこの気持ちだけど、なんか本当そうだよ、本当に日本語で喋ってることが久々な気がする。モントリオールに来て2日目、だから3日目かな、3日目だ。3日目の時には日本語で喋ったビデオがあったけど、そうだ今日で6日目だけどダメだな、普段俺あんま泣かないけどな、泣くか、あの結構感動するものとか見ちゃったら泣いちゃいします。この気持ち、この気持ちはなんだ、うん、だからいろいろやっぱ考えることはあって、普段からやっぱ日本にいても考えることはあったよ、そのネガティブになっちゃったりポジティブになっちゃったり、ポジティブになっちゃったりってことないけど、ポジティブな考えの時もあったけど、例えば行ったらなんとかなるべとか、カナダに行く前あのここに来たらなんとかなるべって思ったりして、実際まあなったけど、そういうポジティブな考えだったり楽観的な考えだったりする時あるんだけど、やっぱり、まあ、日本にいる時もそうだけど、ここにいる時だけじゃなくて、やっぱネガティブな考え方になっちゃう時があるの、考え方もそうだし気持ちになったり、なんかもうなんで生まれてきたんだろうとか、生まれて
来てなかったらこんな気持ちにならなくて、それでもそれはそれでよかったのかもしれないとか思うけど、そんなこと考えてもしょうがないってことは分かってるので、それに生まれてきたことはすごい、生まれてこられたことはすごい感謝してるというか、本当に良かったなと思ってるのに、生まれてこられたことと、今俺が大切だなって思える友達に会えたことはすごい良かったなって思うし、だからネガティブになっちゃいけないと思います。もう俺がもうちょっと成長して、気持ち的にも大人になって物事の捉え方を変えればいいんだと思います。うん、自分の望む通りにいかないこともあるし、なんでそれがその望み通りにいかないのかっていうと、俺の考え方によっては別にそれが物事がそういうふうにいくようになっていなかったから、俺が望むようになってないことなわけであって、もしもそのことが俺が望むようになるものでべきものであったのだったらそうなっているわけで、だから運命にはとは信じないけど、別に運命というか現実的な問題でそうなるからこそそうなったわけであって、そうならなってないのはそうならなかったからならないだけで、ならないことにはなれないわけで、 Whatever will be will be って感じでなるようにしかならないんです。だからそれはもう分かってるんだけど、やっぱりね、考えるとね難しいです。これが恋ってものなんでしょうかとにかく恋にしろ、金魚にしろ、サメにしろ、とにかくこっちね、まあネガティブになっちゃう時もありましたけど、やっぱり普段と一緒で日本にいる時も別にネガティブになることありました。別にこっちに来たからって特別ネガティブになっちゃったり、よりネガティブになったわけじゃないんだけど、なぜだけど、まあこう来てみてね、やっぱりうん、いいよ、よかったです、好きでまたまたこの繰り返しだよ、このやめよう、この流れ自分でやってるわけだけど来てよかったよ、いろんなこと経験できたからさ、やっぱ健康に生きてさ、いろんなこと経験した方がいいです。いろんな大切だなって思える人に会って、別に10人も20人も100人も友達作らなくてもいいんですよ。1人でも2人でも大切だなって思える友達がいれば、そんな人に俺は、今回の旅を通じて会えたので、よりこういう気持ちが強くなってきちゃってるのだろうと思います。うん、なんか無駄に長くなってるけど、ビデオ、まあとにかく来てよかったってことと、また来年戻ってくるんだってことを思えば、この1年は辛抱、いい辛抱なのかなって思います。そのまた一つ成長するためにも、自分が、あと自分がここで経験したこととか、見たもの、触ったもの、聞いたもの、体験したことを、なんだろう、また改めて考えられる時期じゃないになるんじゃないかなと思います。この日本に帰ってからまたこっち戻ってくるまでの1年間は、だからこのビデオを何人の人が見てるのかわからないけど、その日本語わからない人も見てるのか、日本語わかる人だけしか見てないのか、日本人なのか日本人じゃないのか、日本語わからないけど見てるって人もいるのかもしれないけど、こんな長くてごめんね。でもまあそういう日本語かどうかって意味でという話であったら、多少なんか一言葉でも二言葉でも分かって、なんか聞き取れて、あ、分かったと思えばいいと思うけど、それはそれでね。あー、まだやってないことがある。まあ、これは最後のチャンスでやりましょう。まだちゃんと最後にその人にお別れして、とりあえず一旦
また1年後ということで。あー、ダメだな、なんかな。でもやっぱこういう、なんか毎回同じようなサーキュラーなことを喋ってるけど、やっぱ成長したと思う。自分もこの短い、まだ今1週間も経ってないけど、この短い間だったけど、そうか、まだ1週間経ってないんだよ。来たのが月曜日で、今日まだ日曜日だから6日しか経ってないんだよ。なのにこのいっぱいした感すごい、なんかやっぱ違うね。でも人によってはもう1日目2日目でもう日本帰りたい、あと何日もあるって思う人もいるのかもしれないけども、まあさすがにやっぱり家とかあっちでの日本での前の普段の生活は恋しかったりするけど、こっち帰る、こっちを去るのも寂しいよね。だから何、あ、そうそうそう、この旅を通していろいろ成長したと思います。髪もちょっと伸びたし、爪も伸びたし、髭もちょっと伸びてきちゃったしっていう意味じゃなくて、メンタルの意味で、精神的な意味で、一人でやってくってこともそうだし、そのこの旅を通じていろいろ経験したこととか、自分が感じたこととか思ったことを通していろいろ経験されたと思います。経験、いろいろ成長したと思います。どんだけこの海外での生活が大変かってことが分かって、まだ3日あるから、まだちょっとこの旅のまとめにはちょっと早いんだけど、すでにもう何十分っていう、もう17分もあるビデオになっちゃってて、なんかダラダラとまとまりがないような話をしてる気がするんだけど、でこの旅を通じてどんだけ日本で今まで暮らしてきた暮らしてきたやり方が自分に馴染んでたか、楽だったか、便利だったかってことがすごい分かりました。場所、目的地一つ行くのでも、バスを使って行くのか、電車を使って行くのか、はたまた歩いて行くのかって、日本ではなかなか歩って何十分もかけて行くってことはなかったんだけど、ここに来るとやっぱ電車の、今もう電車の乗り方、ケベックシティっていうかモントリオールに関しては電車メトロの乗り方は分かったけど、結構簡単っていうか、もしかしたら日本のやつより簡単かもしれないけど、システム的にはバスはちょっと未だによく分かんないんだけど、このホテルに着くのにもセントラルステーションっていうか、このバスターミナルからとりあえずそこに着いてから何とかしようと思ってたけど、もう生きて方とか分かんないから、この昨日このホテルの今日このホテルの予約を取った時に、でも着いてみたらもうバスの路線の表とかあるんだけど、全く意味わかんなくて、14番ここ、73番ここ、128番ここに行くみたいなの書いてあって、数字かよっていう。だからたまたまそこのターミナルではフリー Wi-Fi があって、そのインターネットつなぐ上げて、自分がいる場所と行きたい場所をこう調べて、こう、あ、何分で着くんだなと思って、近くのバス停からあと何分後にバスが出るみたいな情報があったから、それでなんとか今回は来られましたけど、ここまで。でもそのインターネットの便利さっていう意味でも、やっぱここに来てそのどこに行くにも、この例えば Google マップっていうか、このアプリのマップとかで使えないから、使えるけどやっぱローミングするからお金かかるわけで使わないから、どんだけその日本でいるときに目的地一つ行くだけでもこういうテクノロジーにその何支えられてたのかなって思う。本当にね、あれだよ、日本にいる
日本、今までずっと日本で暮らしてきた人は分かんないんじゃないかなって思う。そりゃ俺も日本にいる限りは別にこういうのなくてもある程度勘で行ったりできるわけ。例えば新宿からどこでもいいよ、別に都庁に行きたいってなったらとりあえず新宿に行けば都庁行きの道はこっちですとか都庁行きのバスはここが出てますかっていうのは親切に書いてあるじゃん。そういうのがないから、だって例えばね、こういうダウンタウンで来てもさ有名な場所とかあるわけじゃん、観光客がいっぱい行ったり、そういう場所のバスはこっちですよ、何分に出てますよっていうの、そんなのも親切に書いてないからね。あと日本にいる時はもうそういう親切に書いてあるってのもそうなんだけど、大体なんか歩ってても感覚で行けてたの今まで俺は。大体こっちの方角があれだからとか、曲がっても今曲がったから来た方向はこっちだからとかっての頭の中でこう記憶できていて、頭の中なんとなく地図をこう組み立てられてたんだけど、こっちじゃなんかなぜか全くそれができないの。なんでかなってまあわからないけど、思いついたのがやっぱリタリー全部違う。なんかもう道路の広さも違うし、道も下のなんか舗装も違うし、サインも違うし、その英語ってことも英語ってフランス語だったりすることもあるし、あと建物の色とかがなんか色使いが違かったりするわけ。あと建物の作りとかっていうのもそうだけど古かったりする。そういう自分では気づかないような余裕にならないようなことかなって思うようなことが、もしかしたらそういう俺が迷子によくなっちゃったりする要因なのかなと思う。だって道の名前とかもセント・キャサリンとか、あとわかんない適当にウルフベリーベリーとかフベリー I can't even say it フベリーとかこう重なってんじゃん。で街角になんかこういう三角形のなんか広告と地図が載ってるものがあるんだけど、それを見ても自分がどこにいるかを書いてないわけね。 You are here とかフランス語は分かんない Ici なんかここですとか書いてないの。そこを探すのがまず無理なのね、難しいの。全部の道に名前があるのね。 Saint なんとかとか Fu なんとかとかなんとかアフェニューとか。日本ってどういう道のシステムになってるかわかんないけど、だから今まで日本で起こらなかったことだから、自分にこういうことは、それにこっちでもそんなこと起こるだろうと思ってなかったことが起こってるからかなりコンフューズしてる。だから難しいよこれは。あの英語喋れるとか喋れないだけの問題じゃないんだと思う。これはその今までこの20年間日本で生きてきて感覚的にあったものがこっちに来てなんかもう急に通用しなくなったというこのショック。あともう一つ理由っていうか要因になるのかなと思ったのが、その磁場っていうか、やっぱ何やっぱ大きな視点で考えると磁場があるわけだ。地球にも東京だったり八王子でも違うし、日本っていう大きな風に捉えても違うわけだから、っていうか もしかしたらそろそろ出かけた方が、あの夕飯とか食べる方がいいかもしれない。もう5時50分だから、日曜日だから今日はお酒開かないと思うんだけど、でだからカナダの磁場っていうか、まあ、モントリオの磁場っていうか、ケベックの磁場っていうか、そういうのが違かったりして、そういうのも関係してんのかなとも思う。土地柄が違う、土地がもう土地が全て違うっていうのもそうだし、その磁場的なその人間のっていうか、もう生き物に気づかないけど影響してるのかなみたいな、俺も気づかないけど、そういうのもある。だって全くここ曲がったここ曲がったここ曲がったってのを繰り返してるうちにわけわかんなくなっちゃって、メインストリートがこうあってこう入ってきたのにあっちがメインストリートだよなっていう気持ちも、こういうことも忘れちゃうわけで、そんなことは普通今までなかったから困ってんの。だからこう道がこうあってなんとかがアベニューセイントなんとかとか
なんとかアベニューとこう重なってる場所があるわけじゃん。そうすると今自分がここだなってことを地図で見つけられるんだけど、なぜかよし俺が今ここにいるんだな、じゃあこっちがこっちの方角でこっちがこっちの方角だなってことを地図で思っちゃうわけ。だからここ A アベニュー B アベニューってやったら、じゃあここ A アベニュー B アベニューだったら、どっちが例えばイーストベストなのかわからないじゃん、ほん普通は見ない限り。でもなぜか勝手にもうランダムで頭の中でよしこっちだってことを考えちゃって、俺がここにいてこう見てるからだと思って考えちゃうんだけど、それが逆の方向だってすることが起こってるわけ何回も。それはただ俺が単にバカなだけかもしんないけど、そういう感覚の意味でも鈍ってるっていうか、まあもう一つのそういう要因ではこういうテクノロジーに頼りすぎてたのかなっていう気持ちもある。だからね、まあ、でもそういうことでいろいろ経験してよかったですってことです。まあ、生きてる以上さ、こう別に殺されたりとか事件巻き込まれたりしてないから、少なくとも今のところはこう無事でこうこっちで生活してられてるだけで、いやで今のところはいいなって思ってるんだけど、なんか別にここの場所危なそうだなとか感じたことはそんなにないので、今まで夜歩ってても今のところはあるんだと思うけど、カナダにもそういうところは。でとりあえずまあセーフでよかったと思います。はい、そういうことで、ちょっと顔を日焼けしたから、思ったんだけど俺ってなんか日本人に見えないのかなとか、なんか変などっかの変などっかっていうのがあれだけど、日本人に僕見えないのかなと思う。なんかわかんない、どこの国だか知らないけど、マレーシアとかインドネシアとか言われてもへーって信じちゃう人もいそうな感じ。別にマレーシアとかインドネシアは変な国って言ってるわけじゃないです。だからそういう、ましてこっちに来てみるといろんな国の人がいるから、日本人って思うような顔立ちはしてないのかなって思う。そういう意味では日本人っていう顔立ちがどういう顔立ちか自分でもよくわかんないけど、だって今まで高校の時とかもなんかお前ハーフかと思ったとか言われた人が時もあって、どことどこのハーフかわかんないけど generally ハーフかと思ったって言われたこともあって、だまとにかくなんとなく、ちょっとかなり長くなっちゃったけど、何分 ?27 分も30分も喋ってるのか。じゃあちょっと街ブラブラ歩ってこようかな。でも雨降ってたからさっき来るまで。とにかくこれがこの周辺の地図です。なんかもうよくわかんないです、こんなの見ても。 That's the problem。 まあ、とにかくオタワは、カナダの首都なので、日本でいうところの東京みたいなもんなので、モントリオールがどんな感じの場所なのかわかんないけど、日本で例えると千葉なのか神奈川なのか横浜なのか名古屋みたいな感覚なのか、位置付けじゃなくて位置的な方角的なものじゃなくてわかんないけど、まあとにかくオタワは日本でいう東京みたいなもんで首都なので、まあそれはそれで、あとケベックだったりモントリオールだったり、そのケベックっていうのはジェネラリーカナダの他の州とは違うよってことをいっぱいの人から聞いたので、そのこっちの人にも聞いたんで、その友達も含めて、だからそういう意味でまた新しい経験ができるんじゃないかなと思います。今日はもう夕方であと何時間かしかないけど、明日はとりあえず一日あるので、またいろんな経験ができるかなと思います。またちょっと涙が出てきちゃう前に、いろんなことを考えて涙が出てきちゃう前に、今日はとりあえず終わりにしたいと思います。まあ一部だけでも、それこそこの全部をビデオを見てくれた人はさらにどうもありがとうございます、見てくれて、英語で喋ってよと思った人はちょっとごめんなさい。なんかちょっと日本語で喋りたくなったって思ったし、なんか日本語の方がちゃんと喋れるし、日本語でやっちゃったけど、 I didn't mean not
だって I didn't mean that I didn't want you guys who understand only English not to understand what I was saying in Japanese in this video. I just felt I rather want you to speak in Japanese only. That's the only reason. Yeah. I didn't mean not to let you guys understand. Just to make sure. Yeah, because speaking in Japanese is easier for me still. And yeah, I wanted to express my feeling perfectly, completely, fully. So that's it. So for those of you who watched only part of or whole this video, thank you for watching. ありがとうございます。じゃあ、See you. I hope I will make it home safely. So I think I'm going explore this city a little bit. Bye. Good luck and good luck. Please wish me good luck too. Bye.